ペロ。はい、今日はね、今から新宿のドッグサロンに伺います。ね、以前視聴者さんからパスタをね、シャンプーしてくださるお店募集したところね、ご連絡くれたんで。ペロ。ここのスタバなんかテラス席ペット OK みたいなんですけど一人でね、買いに行けないっていう、中入らないと買えないから。ここ噴水の近くすごい涼しいんで、そこで一回ちょっと休んでから行きましょう。さて、今日も暑いよな。またな、電車の中もね、結構暑かったんですよ。俺も相当喉が渇きました。ミルクティーはないかな。あった。ちょっとね、ミルクティー買おうと思ったんだけど、さすがにね、もう喉カラカラなんで、炭酸にしました。失礼します。パスタ。初めての街だった。ちょっと警戒するみたいで。パスタ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 行きましょう。匂いがまだ慣れてないんですか。あ、よかったな。パスタ新宿のすごいいいところでやられてるんですびっくりしました。そうですよね。お、マスター、普通に切ってもらう。ちょっと伸びてます。お、パスおとなしいじゃん。偉い。うちでやるとすごい暴れるんですけどね。もう偉い。注射我慢してる子供みたいですね。ありがとう。ペロ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 。あ、耳掃除。お、パスタ耳。ちょっと汚れてます。なんか汚れてますか。はい。あ、本当だ、汚い。はい。でもなんか気持ちよさそうっすね。すっきりした感じで。またシャンプー終わったら肌抜きするので。あ、そうなんですか。はい、分かりました。ついにシャンプーのパスタ。ペロ。落ち着いてきたな、最初よりは。幸せそうだ。ペロ。触ってもらうの大好きだからもう。大きい。あ、こう見るとでっかいな、やっぱり。なんか俺がだおんぶしてるとあんまり大きく見えないんですよ、やっぱり。そうなんですよ。はい。シャンプーはいつも慣れてますもん。あ、そうですね、はい、はい、シャンプーは多分大丈夫だと思います。はい。嬉しい、結構見てくれてるんですね。見てます見てます。じゃあまずあのマイクロバブルの入る前に、はい、ちょっと軽く洗います。あ、わかりました。はい、洗って汚れを肛門腺に絞ります。頑張れ頑張れ。はい、でも出ました。あ、出ました。はい、やだったね。頑張りましたね。そうですね。かわいい。シャンプーします。あれみたいな感じ。なくなっちゃった。プローンとした顔しますよね。私は迷わなかったです。あ、大丈夫ですか。大丈夫です。はい。もう Google マップ最強ですね。普通に顔。顔なんです。ちょっと緊張しますよね。そうですね。はい。やっぱ長年やってても緊張しますか。そうですね、やっぱり鼻に入っちゃうとかはパスタ君だとより緊張します。あ、全然大丈夫です。パスタなんてもう、すごい、そんなところまで洗ってもらっちゃって。シワのところが汚れやすいんで、ここはちょっとちゃんと
そういうところはなんか布巾で拭くぐらいなら自分でもやるんですけど、シャンプーの時にはちょっと自分でやると難しいですね。おいいじゃん、おとなしいじゃん。すごい迷惑かけたらどうしようかと思ってきたけど。こうなんかワンちゃんって濡れるとすごいちっちゃくなるイメージだったんですけど、なんかパスタの場合ずっとなんかわがままボディだったそのお尻つこみんな喜ぶみんな大好き、そうなの、ありがとうございます。もうちょっと偉いぞ俺ね、今池田偉いぞっていうところで恥ずかしいからやめてくださいこの可愛い、この可愛い。また不思議そうな顔に変わった。何するんだろう。この細かい泡が毛穴の奥の汚れをとかで綺麗にしてくれる。あっち向いちゃった。顎乗せしてます。顎乗せしてる。すいません、なんか気遣ってもらっちゃって。ちょっと可愛いけど眠そうな顔になってきました。リラックス効果もある。あ、そうなんですか。気持ちいいのかな。これ可愛いからサムネいけそういけそうですね、はい。やっぱさ、話聞いてるの。これもう高橋さんに恋をしてる目です。本当ですか。お、パサ。あの、のスライド落ち着くね。終わりました。あ、終わった。はい、よしよしよし。また不思議そうなこと。こっちに移動した。結構毛も抜けて。あ、そうっすよね。あ、本当だ。めっちゃ抜けてる。はい、抜けましたね。シャンプーやった後なのに、うん、こんな抜けるんですね。全身緑に。あ、あれですか、あのパックですか。そうです。ハーブパック。うん、あ、興味津々パスタ。なんだろう、それ食べらんない。食べ物だと思ってる可能性ありますね、感じ。なんか変な。感じかもしれないです。パスタからしてみたね。どうですか。お、抹茶みたい。抹茶エクレアになりました、ね。美味しそう。面積が広いからいっぱい。確かに。洋服とか買いに行っても、タグはこのサイズがいいですよとかってよく勧められるんですけど、はいはい、全く入んないんですよ。全く無理です。普通のタグちゃん大きい。はい。怖いんで、ちょっとひんやりすんだ。これ防虫の効果もあるんで、へぇ、耳だにも寄せ付けないので。そうなんですね。多分この時期にすごいぴったり。そうっすよね。はい、これから暑くなってくるので。あ、ごめんなさい、写真撮ってなかった。私普通に喋ってて忘れちゃった。忘れてる。写真を印刷して、はい、あのお客様にお渡ししてるんですけど。あ、そういうのがあるんですね。そうなんですよ。忘れちゃった。すっごい忘れた。全然いいです。パスタパスタ。えへ、お、首かしげパスタ。えへ、お、かわいい。れすごい、ちゃんとカメラ目線してくれ。かわいい、ちゃんと首かしげて。完全にもうお時間と貫禄の背中が背中が広い。子供の頃の写真とかで、はい、兄弟とかと並んでる時も、はい、一匹だけお尻がすごいでかくすぐ分かりますね。はい、すぐ分かります。また顔も慣れてきた。慣れてきましたね。高橋さんに完全にもう信頼してる顔です。泡立ちが良くなりました。あ、本当そうですね。はい、もう明らかに違う。1回目と全然違う。そうですね。はい、立ちが気になってる。誰洗ってるかな。いろんなものに興味示しますね。そうなんですよ。
されるがままの。これリンス。あ、リンス来た、はい、リンスもするんだ、はい、犬なのに贅沢な、贅沢ですね。ここ3回ぐらいずっと僕がシャンプーしてたんで、はい、相当綺麗になりました。よかったよかった、パスやったな。よーし、パスよーし。なんか元気になっていく。パタパタ。もう終わったって分かってるっぽいですね。そうですね。かわいい。すごい微笑ましい絵だな。ひたすら乾く感じ。あ、乾く感じですね。ペロ。お家とかでドライヤーで。乾かすの大変じゃないですか。あ、そうですね、はい、全然乾かないですよね。途中で諦めますからね。もういいや、そうです、そうです。かわいい。よかった、高橋さんがめっちゃいい人で、あ、よかったです、マジで。そうです、撮ってもらって店入るまでかなり緊張したんですけど。新宿のこんなところでやってる店の店員さんとかすごいなんかお高く泊まってそうでやばいな。よかったです。すごい緊張します。夜とかもめっちゃ緊張します。本当ですか。もう家と同じ顔してます、ね。安心してくれてるんですかね。ですね。ちゃんとお店入るときあんまり嫌がってたんだろう。気持ちよさそうだな。顔がふろんってしちゃって。そうですね、そうですね。あ、ふわふわ、ふわふわ。業務用のドライヤーでこんな長くやるんだから、うちのドライヤーじゃそりゃ乾かないですよ。そうですね。パサ、ほら。あ、よしよしよし。よし。ペロ。あ、触ってもいいですか。お、やった。おお。サラサラ、おー、ふわふわ。ふわふわになった。いや、なんかタオルみたい。さあ、顎。よし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 。よし、自然に耳が裏返ってる。あんま綺麗なもんじゃないから、タオルですよな。そうですね。ペロン。爪の。あ、ヤスリを、はい、大丈夫かな。なんかもう爪は毎回心配なんですよ。全然大丈夫と思います。あ、本当だ、はい、あと1本。急にあと1本のところで嫌がるんですよ。分かったんですかね。なるほど。おー、ありがとうございます。あと、よかったな、綺麗になったぞ。チョーカーつけて。あ、チョーカー、はい、あの写真をペロ。かわいい。女の子です。パスタくん、ペヘ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 。ご飯、ご飯食べる。パスタくん、ご飯ペヘ。これで印刷してお渡ししますね。あ、わかりました、はい。一応終わりで、あ、終わりで、はい、ありがとうございます。あれ、テンション、テンション、急に、急になんで、急になんかお友達になったの。分かち合えた。分かち合えた。初めて会う人かのようななんか。本当ですよね。マサ、待て、待て、待て。10.4。よしよしよし。いや、そう。歯綺麗ですね。あ、本当ですか。あ、よかった。一応歯磨きはしてるんで、いつも。すごい、綺麗。他のワンちゃんの口とか全然見ないから、パサが綺麗なのかどうなのか全然わかんない。歯石もついてなくて。真っ白。真っ白白。あ、本当だ。白白。普段見てるけど。
興奮しちゃってます遊んでもらえると思った目がキラキラしてでも絶対食べたいんですよ、はい、絶対おやつだと思ってまた新鮮なリアクションあ、本当ですか、はい、あ、ぜひ何でも大丈夫です大丈夫です、アレルギーないです、はい、やっとな、パスタお、やったやったもうやっぱりテンションが違いすぎるお座りあ、そう、お座りはお座りお座りお座りできたってことにして朝、おしまいだよ、おしまいねえ、いいの撮れましたよ本当だそうよかったなまた地帰りたくないんだ朝、帰るよありがとうございますはい、ありがとうございます